はい、こんにちは。Be Ourselves 代表の西村です。まずはお知らせです。このラジオワンダフルライフですが、今月末をもって終了することといたしました。今がね、2014年から、まるっと2年間、毎週金曜日に1回放送しようということで続けてきたのですが、まあね、この度、終了するということにしました。もともとこのラジオの前身はですね、地元のローカルラジオ局の FM 佐久平さんでですね、ワンダフルライフという15分間の番組を持っていたのがきっかけですね。2013年の6月だったかな。6月から12月の間、講習の放送に乗っかってですね、毎週金曜日15分間放送してたんですね。まあそのことがきっかけで、こういう音声配信というのを続けていきたいなということで、またポッドキャスト配信という形でですね、自分でできるような形でやろうということで、まあ、続けてきたわけです。もともとそのラジオを始めたきっかけもですね、まあ、うちの嫁さんがですね、移住してまあ間もないぐらいかな、その FM 佐久平っていうのが地元のラジオ局があるのを見つけてですね、そこになんかこんなこと話したいっていうような企画を投げたんですよ。メールで投げたんだと思うんですけど、するとね、どんなことか話を聞いてみたいと言われてですね、じゃあちょっとお伺いしますということで、JR 佐久平駅のですね、1階にある FM 佐久平さんに行ったのが、まあ、きっかけですね。そこで軽く打ち合わせして、じゃあ、ちょうど番組の編纂時期でして、こう、お願いしますということになってですね、話すことになりました。まあ、そういうきっかけもあってね、ラジオっていうのを始めて、で、まあ、夫婦で喋ってみる。それを伝えてみるっていうのが、なんか意外にいいんじゃないかなということでね、こういう形で続けてきました。なんかね、そういう機会があったっていうのも、まあ、ちょうど移住してね、これからどういうふうに暮らしていこうかなっていうのを考えてた時期だったのもあって、うん。何でもやろうっていう気になってたのが大きいですね。で、そういうチャンスって一瞬しかなかったりして、その時にね、やりますとか、言えなかったら掴めないものだったりするんですよね。その瞬間その瞬間になんかチャンスっていうのは転がってるんですけど、そこでね、なんかやる準備ができてればできるし、そこでやりますって言えなかったら流れていくような、まあそういう感じですね。よく流れ星でこう、流れ星が消える前に3回願い事を言ったら願いが叶うというのはあるんですけど、あれもやっぱり普段からなんかそういう準備ができてる状態じゃないと、まあまず実現しないですよね。そういう準備ができてる状態にあるっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなと思います。ちょっと考えさせてくださいとか、どうしようかなって悩んでるとか、なんかそういう時にね、時間を使っちゃうとなんかつかめないっていうかな、うん。そういう時にでもすぐにやるっていう。位置にいることがなんか物を始めるのがいいんじゃないかなと思います。本当にね、そうやってやり始めたラジオっていうのはすごく思い入れがあるし、なんかもうちょっとうまいやり方あるんじゃないかなっていうのはね、ずっと考え続けてきたんで、なんかね、今回の区切りっていうのはまあなんかやりきったなっていう感じがあって、そうですね、なんかいい終わり方したいなという感じですかね。うん。まあそんな感じなのでね、この放送は12月末で終了という形にしますが、まあね、またメールマガや、ブログなどの媒体は残してますので、続けていきますので、そちらの方でもよろしくお願いします。ということで今日はここまでです。ありがとうございました。